どういうこと？9月27日水曜日の午後9時になりました。はい、今日は世界観光の日、女性ドライバーの日、お誕生日は俳優の大杉蓮さん、これは岸谷五郎さん、はい、お笑い芸人のオリエンタルラジオ中田敦彦さん、はい、漫画のあさりちゃんのお誕生日です。改めましてこんばんは、みえみえことみえこです。はい、こんばんは、あゆことあゆかです。ほんと？はい。ちょっと先明けしてます。あ、マジ？はい。ね、映ってないか分かんないよ ね、 ね、 なかなか今日動かないんですね。動かないです。はい。どこまで引っ張んの？はい。はい。おかえりなさい。あ、どうも、ただいま。あ、おかえりなさい。はい。本物は何さんですか？本物はひろきちです。ひろきさんね、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。いや、慣れない声出すとあれですね。結構張った声出したね。張った声出したよ、うん、あれやっぱ1分ぐらいしか持たないですね。あゆはもうちょっと気だるく喋るかもね。あ、そうですね。どんな感じかなってね、こう言いながら考えてたんですけど、ま、あ、でも元気な声出してるかな、うん、うんうん、そうだね。なんかあゆのモノマネってやってみたいね。やってみたい。うん、なんかできそう。ね。あれ、ある宮里誕生。とかね、あとなんだ、あと、あの CM、潮風さんのとか。あは。うん。ね。乗ってってもいいですか？うん、いいよ。あ、それは宮里さん。私の方の担当。とか、あとね、トヨタの CM もね。ああね、出てるよね。うん、なんとかなのが好き。あ、合ってる。最初がなんだっけ？メロディーさん。メロディーの行って、うん、で、あいちゃん行って、長くなるなら乗用車でしょう。ああ、それかそれか。そう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 、うん、それ見て僕毎回笑うんです。なぜか知らないけど。なんで？なんか知らないけど。笑えるポイントあった。なんか知らないけど、うん、なんか面白いなと思って、うんうんうん、バカにしてるわけじゃないですよ。わかるよ。そうそうそう、なんか面白い。なんとなくわかるよ、うん、あのちょっと演技っぽいところがね、うん、なんかクスってなるっていう。はい、ということで、はい、もう一人の主役あゆさんは今向かってると。そうそうそう、ちょっとあの勉強会があるとかで、はい、はい、でちょっと遅れてくるということで、はいはいはい、あの急いでいると思います、うん、はい、気をつけて向かってくださいね。そうですね、あゆで。じゃあ今これ聞いてるんですかね。聞いてるかな。ラジオの合わせ方わかるかな。いや、さすがにバカにしてる。さすがにわかるでしょ。いないから失礼なことばっかり言ってる、ね、はい、そうよね。じゃあ行きましょうか。そうね、行きましょうかね。はい、はい、のあゆはね、あの、うん、モデルの活動しておりますので、いろんなコマーシャルで、ね、あの見聞きすることができます。そう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 、はい、なんかあのモノマネできる人いたら教えてください。 ね、 ね、うん、聞かせてくださいね。本当ね、ぜひね。教えてもらいたい。はい、もうね、まだね、いろんな人が真似してるの見たことないからね。うんうんうん、はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、週の真ん中水曜日夜9時、沖縄市パークアビニューにある FM 小座のスタジオから元気に生放送をお届けしております。みえみえあゆのそういうことは、明日も頑張れる自分になるための元気注入リクエスト番組です。ラジオを通して私たちと一緒にゆんたくおしゃべりを楽しみましょう。はい、そして9月のトークテーマはお盆月ですよ、夏納め怖い話です、うん、ラジオでお話ししても大丈夫そうな心霊体験、うん、生きてるけど死ぬほど怖い人や出来事に出会いました、怖いと見せかけて面白い話など、怖い話で夏の終わりの夜をもっと涼しく過ごしてみませんか。あなたの怖い話をお寄せください。このほか自由なユンタクを楽しむ中の現場、脱力系お悩み相談、あゆみつ先生のお悩み病院、みんなで乾杯、お疲れ乾杯があります。あゆみつ先生のご相談、私たちに試してほしい新商品の情報などもお寄せください。お待ちしてます。はい、メッセージの宛先はメール761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp 761は数字です。懸命に番組名のみえあゆ、あなたのラジオネームを書き添えてください。またラジオの電波が届かなくても動画で見てコメントすることができます。はい、FM コザのホームページからユーストリーム、ツイキャスでお聞きください。ご参加お待ちしております。はい、みえみえあゆのそういうこと、この番組は沖縄市の総合建設業ぎま組、沖縄市合わせのカラオケスポット歌姫、ヤドカリマークが目印の運転代行潮風の提供でお送りいたします。
さあ、はい、じゃあツイキャスちょっと触れます。そうですね、今ちょっと画面見たんですけど、なかなかシュールですねこの画面静止画像みたいなそうだよね、うん、ツイキャスは普段ここに本当斬新、ね、動いてるやゆがね映ってるはずなんですけどね。そう、結城浜崎さん斬新な配信ですねとそう、ある意味新しいですよねこれね本当 ね、そうそう、ね、うん、動いてる人が2人もいるのにね、そうそうそう、そう、あえて静止画を映すっていうね、うんうん、すいませんね、ラジオの新たな試みですね新しいか分かんないけど ね、はい、たどすけさんもね、あゆさん動いてよと、はいはい、うん、今向かってますからね、ちょっと待ってくださいね。そうそう、今流行りのあれですよ、なんだっけ、うん、なんだっけ、マネキンチャレンジ、あー、まあ、それか、カメラは動いてないけどね、うんうん、あ、じゃあ流行を先取りした、先取りっていうかもう、そうね、はい、うん、取り入れてみました、取り入れてるっていうことで前向きに捉えていただきたい、ね、そうですね、はい、はい、後からあの動画と差し替わるんで、はい、そうですね、あの本ね、生のものとね差し替わるんで、うん、もういっぱい動きますから、ご容赦ください、はい、よろしくお願いします、はい、はい、あ、ご参加いただいている水根さした花さん、つかぴーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、はい、あの水にさした花さんは違うでしょうって突っ込んでましたね、うん、あゆに扮した下りのあたりですよね、ね、はい、ありがとうございます、はい、でイミチおじさんさん、あげ、はい、久しぶりに番組見れるのに、また合わせのお姫様は家でかって家で、ね、かな、ね、今家で中ですね、今家で中でこちらに向かってる、数分間、そうですね、そうそうそう はい、今馬車をね、今走らせてるところですね、あのシンデレラは、うんうんうん、なるほどね、そうそう、魔法が解ける前に早く解くからね、そうですね、うん、きっと大丈夫、うんうん、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ曲1曲目いきましょうかね、はい、じゃあここはじゃあ私から、はい、いきます、さんからお願いします、はい、ではオープニングナンバーをお送りいたしましょう、はい、今日は LINE ミュージックアルバムトップ3の中からおすすめの曲をピックアップ、はい、1曲目はアルバムベスト3の欅坂46の真っ白なものは汚したくなるの1曲から、いや、欅坂46で2人セゾン、そういうこと、どういうこと、9月27日水曜日の午後9時になりました、はい、今日は世界観光の日、女性ドライバーの日、お誕生日は俳優の大杉蓮さん、これは岸谷五郎さん、はい、お笑い芸人のオリエンタルラジオ中田敦彦さん、はい、漫画のあさりちゃんのお誕生日ですため改めましてこんばんは、みえみえことみえこです、はい、こんばんは、あゆことあゆかです、ほんと、はいちょっと先焼けしてます、あ、マジ、はい、ね、映ってないか分かんないよ ね、 ね、 なかなか今日動かないんですね、動かないです、はい、どこまで引っ張んのこ、はい、おかえりなさい、あ、どうも、ただいま、あ、おかえりなさい、はい本物は何さんですか。本物はひろきちです。ひろきさんね、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。いや、慣れない声出すとあれですね。結構張った声出したね。張った声出して、うん、あれやっぱ1分ぐらいしか持たないですね。うん、愛はもうちょっと気だるく喋るかもね。ああ、そうですね。どんな感じかなってね、こう言いながら考えてたんですけど。ま、あ、でも元気な声出してるかな。うん。うんうん。そうだね。なんかあゆのモノマネってやってみたいね。やってみたい。うん。なんかできそう、ね、あるある宮里誕生、うん、とかね、あとなんだ、あの CM 塩風さんのとか、うん、ね、乗ってってもいいですか、うん、いいよ、あ、それは私の方の担当とか、あとね、トヨタの CM もね、あ、ね、出てるよね、うん、なんとかなのが好き、あ、合ってる、最初がなんだっけ、メロディーさん、メロディーの言って、うん、で、あいちゃん
て、長くなるなら乗用車でしょう。ああ、それかそれか。そう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 、うん、それ見て僕毎回笑うんです。なぜか知らないけど。なんで？なんか知らないけど。笑えるポイントあった。なんか知らないけど、うん、なんか面白いなと思って。バカにしてるわけじゃないですよ。わ、うん、かるよ。そうそうそう、なんか面白い。なんとなくわかるよ、うん、あのちょっと演技っぽいところがね、うん、なんかクスってなるっていう。はい、ということで、はい、もう一人の主役あゆさんは今向かってると。そうそうそう、ちょっとあの勉強会があるとかで、はい、はい、でちょっと遅れてくるということで、はいはいはい、あの急いでいると思います、うん、はい、気をつけて向かってくださいね。そうですね、あゆで。じゃあ今これ聞いてるんですかね。聞いてるかな。ラジオの合わせ方わかるかな。いや、さすがにバカにしてる。さすがにわかるでしょ。いないから失礼なことばっかり言ってる、ね、そうよね。じゃあ行きましょうか。そうね、行きましょうかね。はい、はい、のあゆはね、あの、うん、モデルの活動しておりますので、いろんなコマーシャルで、ね、あの見聞きすることができます。そう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 、はい、なんかあのモノマネできる人いたら教えてください。 ね、うん、聞かせてくださいね。本当ね、ぜひね教えてもらいたい、はい、もうね、まだね、いろんな人が真似してるの見たことないからね。うんうんうん、はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、週の真ん中水曜日夜9時、沖縄市パーカビニにある FM 小座のスタジオから元気に生放送をお届けしております。みえみえあゆのそういうことは明日も頑張れる自分になるための元気注入リクエスト番組です。ラジオを通して私たちと一緒にゆんたくおしゃべりを楽しみましょう。はい、そして9月のトークテーマはお盆月ですよ、夏納め怖い話です、うん、ラジオでお話ししても大丈夫そうな心霊体験、うん、生きてるけど死ぬほど怖い人や出来事に出会いました、怖いと見せかけて面白い話など、怖い話で夏の終わりの夜をもっと涼しく過ごしてみませんか。あなたの怖い話をお寄せください。このほか自由なユンタクを楽しむ中の現場、脱力系お悩み相談、あゆみつ先生のお悩み病院、みんなで乾杯、お疲れ乾杯があります。あゆみつ先生のご相談、私たちに試してほしい新商品の情報などもお寄せください。お待ちしてます。はい、メッセージの宛先はメール761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp 761は数字です。ちゃうから、なんかね、急に落ち着いてなんか考えちゃうのかな。あ、やりますか？私やりますか？おお、エコーかけるので、お好きに、お好きにっていうか、まあ、好きなテンションでお願いします。やってみたい？現場では来てるんだよ、今登場。ありがとうございます、パネルを出してもらって。そうそう、駆けつけ早々の、はい、あの本物あゆが帰ってきました。はい、すいません、イミちゃんおじさん本人弟さんって。本人です。何遅刻って。男に見えた。あの、そうです、今那覇からぶっ飛びで、ぶっ飛びできましたよ。ぶっ飛びました。お疲れ。すいません、遅くなりました。ちょっとお仕事で遅くなりました。動くあゆさんだって、太郎介さんもね。はい、生です。はい、よかったです。そう、さっきまでね、はい、あの、そう、動かないおしとやかなあゆに出てもらってて、おしとやかな方にね出
てもらってたんですね。そうこの後なんか動くのに差し替えますっていう話をやばいよねみんなね遅刻とか社長出勤とか社長じゃないから社長出勤症候群って社長じゃないから使われてるから使われてるから、はい、お疲れお疲れ様です、はい、なんか声が聞こえないね。あこれかヘッドホンかな。ヘッドホンかね。これヒロキシさんの聞こえる聞こえる。あヒロキシさんのねパネルの人なんだ。そうなんですよパネルの人です。はいはい。オッケーオッケーオッケー。大丈夫。オッケー。はい。ミッキーさんが、はい、そうです。あのパネル、そう本人が登場するまでパネルで、あそうだったですね。頑張ってもらった。パネルの人、はい、絵作りしていただきました。はい、すみません、はい、遅くなりました。はい。社長出勤です。はい。彼を、はい、はい。何してきたんですか。お話できる範囲で。お話、あそうですね。今日打ち合わせをちょっとしてきてですね。はい、はい。明日また泊まりの撮影があるんですけど。へえ、はい。そうなんだ。それの、はい、衣装合わせだったりとかしてきました。はいはい、すごい。はい。モデルさんみたいですね。モデルさんみたいなんですよね。俺モデルさんみたいなことをやってるんですよね。そう言ってした。はい、私それお仕事にしてますって言わない。そうそうそう。はい、それもお仕事にねさせていただいてます。はい。ね、モデルも芸人も、ね、芸人も、はい、マルチに多方面で活躍されてると。多方面でね、はい、ラジオのパーソナリティもね、はい、そうですね、そうそう、おしゃべりな芸人でももういいんだね。芸人でもいいです、うん、どっちみち芸人なのでも芸人さんに失礼なんですけどね、あの偽芸人っていう、うん、なるほど感じなんですけどね、うん、はい、大塚健二さんが まさかダニラジオにゲストに出演してましたか、出演してましたか。よし行くぞ思いましたか。裏番組ね、ダニラジオ。裏番組ね。あれですよ。芸人ちゃうやろって、うん、サボさんね。地上じゃなくて、うん、あの地下の、うん、アンダーグラウンドの。地下で放送してんの。地下で放送してるダニラジオね。はい、はい、じゃあちょっと中の現場のコーナーに入ってますので、うん、ちょっと怖い話を今日で締めくくろうかなと思います。あそうですね、そうなんす、ね、今月も残すところあと、そう今週で終わりだよね。今週で終わり、9月は30日までなんで、うん、ね、土曜日で、うん、日曜日からもう10月に入ります。そう秋になるなと思って、うん、ちょっと涼しくなりますよね、うん、まだなんか日中は暖かくなったかなっていう感じ。あまだ暑い、まだね、暑いよね、うんうん、そう汗かくし、そうそうこの時間もなんかちょっと早歩きしてたら汗かくよね。そう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 、私もなんかもうそうそう汗かいて到着して、そうそうそう、ひろきさんとお揃いだったんですけどね。めっちゃ汗かいて、汗をかいて、そうそうそう、今日も歩いて、うん、そうなんです。ひろきさんは那覇から歩いてきて、歩いてきて来たからさっさと、それは超汗かくわ、はい、どのくらいかかんだろう、ね、ただまあ本当5時間以上かかるよね。何え那覇からもし歩いたら沖縄市まで結構もっとかかるかな。かかりそう、かかると思う。10、20キロぐらい出てたので。ですよね、うん、マラソンの歩きバージョン 42.はない、42キロはないですよね、さすがにね、那覇からこっちまで、うんうん、そうそう半分ぐらいだ、半分ちょうど半分ぐらい、ちょうど半分ぐらいか、うん、走ってきたら3時間、うん、3時間かじゃあ歩いたら倍だから6時間、倍以上か、うん、6時間ぐらいか、8時間見ればいけるかな、いけるかなぐらいか、うん、でもこのなんか1日の4分の1以上をさ、この歩きに3分の1か、ね、そうお昼、うん、当てるのちょっと1時ぐらいから出る、お昼の1時にそうそうそう間に合う、ここに、うん、ここに到着、うん、じゃあラジオ行ってきますってね、ラジオ行ってきます、うん、お昼食べ続け、食べ続けながら、そうそう、大変、はい、なんかそう怖い話ね、うん、そうそう、なんかいろんな怖い話があるなと思ってて、うん、そう幽霊の話もあるんですけど、うん、はいはいはい、はい、幽霊の話からする？幽霊の話もあるんですか？ありますか？怖い、あるんですよ、はい、幽霊の話、あの最近ちょっとあ怖いなと思ったのが、はい、あの実はご近所さんに、うん、あの霊感のある霊感の強いお母さんが住んでいまして、はいはい、お母さんってお母さんじゃないよ、はい、あの、うん、おばさまが住んでて、はい、でその人があの時々なんか焼き芋食べるとか、はい、あのヤクルト飲んでとかって、うん、あのすごくよくしてくれるおばさんなんだよね、はいはい、でこのおばさんが、うん、何だったかな、もう最近近くで、うん、見かけるから、この世のものではないものをね、え近くで見かける、そう家の近く、同じ人、え同じ人を見かけるのかな、このおばさん、あ、まあ、多分複数見かけるうちの近くにいるよって言って、あ、そういうこと、だから気をつけてちょうだいって言って塩も出されたわけ、うん、ちょっと怖くない、近くってどんだけ近く、いや怖いですね、建物の周りっていうか下っていうかね、うん、そうでこのなんかこのどんな状況
見た目がどんな状況かっていうのを伝えられたんだけど、これ伝えて大丈夫なのかな、うんうん、なんか見た感じなんかバイク事故にあったのかな、怖い、え、ケイタツ、そう、バイク事故にあったのかな、結構なんか血まみれで立ってるんだよねって言ってて、でこのおばさんは、まあ、霊感ある人だからなんか多分ね、うん、まあ、なんかこのここからいなくなりなさいみたい な、うん、なんか呪霊みたいなことでき、呪霊なんか、うん、そうそう、うんうんうん、できるんだって、うん、でそれでなんかここで目を合わせようとして切ってみたんだけど、うん、なんかその度にこのなんか目を伏せるというか、向こうがそうそうそう、なんか ここからなんか追い出されたくないから伏せて、うんうん、なんかまあ、うん、そうそう、ふっていなくなるみたいな感じらしく、うんうん、寒い涼しくなってきた寒い、うん、なってきたなってきた、そうそう、だからあの辺ってね、なんかあの結構なんか片道一車線の、うん、まあ、なんかちょっと前まで一方通行だった、うん、あの狭い道さね、うん、で夜の繁華街なんで、うん、だからね車通りが多分ね、この 見通しの悪い夜の、はいはいはい、あの、うん、なんか人通りも多いし、うん、で車もよく通るし、うん、そうそう、だからもうね、なんかそういう事故が時々あってもおかしくないよなと思ってて、ね、だからそれ聞いてちょっとぶっぞーっとしちゃって、うん、見えないから怖いのか、ね、見えないから、見えないけど、うん、いるって言われたら見られても嫌よね、見ても嫌じゃん、あ、そう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 、見えたら嫌よね、 そうそうそう、それもそれで嫌だし、うん、見えないのも嫌だし、そうそう、こんな感じだよって伝えられたから、うん、そんな感じの人を見てしまったら、まあ、見分かんないけど、はぁみたいな、うん、なりますよね、うん、そう、こっちの方が目伏せそうになるよね、うん、前もってバッて来られるよりは一応この教えてもらってるから、うん、いるんだなっていうことは分かってるから、うんうん、ちょっと警戒できますよね、あ、なるほどね、ちょっと気をなんか気を、ね、心を強く持って、うん、心構えっていうか歩こうみたいな、そうそう、なんかこの、まあ、アドバイスじゃないけどこのおばさんが言うには、うん、なんかこのとっても疲れてるとか、うん、あとなんかなんだろう、もう疲れすぎて魂が抜けかけてる時、うん、なんかまあ人それぞれあるじゃんね、なんか疲れてる時が、あります、あります、そういう時になんかふって入ってしまうことがあるんだって、なんかこの波長があって入る、なんかその憑依するみたいな、あ、そういう自分の体の中、そうそうそう、普通の、うん、あの別に霊感あるなしに関わらず、うん、なんかとても疲れてるとか、うんうん、ショックなことがあったとか、うん、そういう時にヒュってなんか波長があって入ってきてしまうことがあるから、うん、なんか、まあ、そういうね、なんかわね、悪いものを感じる場所はなんか塩とか持ってた方がいいよみたいな、そうなんだ、っていうことです、はい、なんでさ思うんだけど塩なんでしょうね、塩、清めるみたいな意味もそうそうそう、お酒とかもなんかよく聞いたりするけど、うんうんうん、そう、お酒をね、お清めに使ったりするもんね、うんうん、なんか行事、仏壇行事とか ね調味料系だよね、みんな調味料系、うん、塩塩、味噌とかさ、味噌もなんかお米とお米とかね、そう、お酒とね、仏壇系だよね、うん、使う系ですよね、うん、まあ、サファリストさん、血まみれに、はい、塩は痛いから痛くいなくなるのかな、オキシロールでもいいのかなこれなんかいやー、染みろ、なんか治療みたいですね、治療みたいになってますけど、なんか看護師さんみたいで優しいってならないかな、す、うん、って書いて、まあ、巣も痛そうですね、巣も痛いよ、うん、怖いな、怖いな、稲川淳二でミッキーさんなんか真似したかったんだけどイメージがつかできなかった近いんじゃない、近かったと思うよ、うんうん、でも嫌だね、怖いね、怖いね、うん、見えないのは ね、 ね、 そう、そういう見える人って会話できるんですかね、うんうん、その、あ、どうなんだろうね、一方通行なのか、うん、こっちからなんか話しかけた言霊が向こうに伝わるのか、うん、それともこういうねコミュニケーションが取れるのか、うん、ね、まあ、なんかそこちょっと聞いたことないか分かんないよ、うん、不思議だなと思って、ほらよくね、うん、もう帰りなさい帰りなさいとか、うん、そうそう、ここはあなたの場所じゃないわよ、そうそうそう、言うじゃない、ね、だから意思疎通ができるのかなって思ったんです、うん、だから話ができたりとか、向こうの言い分も聞けるのかな、そう、いやいや今はねとかって、いやあと何日ぐらいしたら自分のちょっと気持ちが収まるから、そう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 、気持ちが収まるから、うん、あと3日はちょっと動けないとかって反論してくるのか、うん、か確かに、ね、どうなんだろう、うん、そういうの感じる人いますかね、でも結構いますよね、周りにね、そういると友達とかさ、うん、いる、あ、いるみたいな、え、どこにいるのみたいな、うん、いるとか言うの、いるとか 言われる時ある、なんかこの辺嫌な感じするっていう人はいるけど、うん、あ、そう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 、空気がね、なんかね、うん、
そうそう、なんか苦しくなってきたとか体調悪くなってきたみたいな、うん、ねっていう人もいるし、そう、なんかこの間さ、はい、まあ、ちょっとあれなんですけど、なんか、うん、物件見てて、いろいろ私アパート別に移る気なくっても見に行ったりするんですよ。あのあ、いいとか出たら見に行ったりとか、私も好き、物件探し楽しいですよね。そう、趣味なんか見て、この間内覧したんですよ。見に行った、そう見に行って、そう見に行って、どんななんだろうかって、見に行ったらなんかそのリビングとか普通だったんですけど、寝室入った時点でなんかドンって重くなって、いやなんか空気が、うん、空気もだし、私のなんか肩というかなんか 重かった、熱そうなんじゃないか、その時あ怖いみたいになって、こっちちょっとみたいな、そうこっちちょっとっていう気配は感じたことはあります。こう電気が暗いからとかじゃなくて、印象じゃなくて、うん、なんか 重さを感じたってこと。重さを感じたんですよね。そうなんだ。なんか不動産曰くですけど、うん、なんかテレビで見たんですけど、うん、こういう何か曰く月のやつってなんか、うんうん、この次移る直ですぐなんていうの、うんうんうん、移る人には、うんうん、あ住む人には言うんだけど、言わないといけない条件なんですけど、うん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 、まあ、次からは2回目からは言わないでいいらしいんですよ、うん、あ、そうなの？あ、そうみたいね。こっちから言わないでいいみたいな。ああ、聞かれたら言わないといけないけど、そう、なんかわざわざ言う必要はないみたいな感じのことも聞くので、わかるわかる、なんか怖いよね、住む場所って、うん、でもそこを ね、やっぱ住むだったら聞いたらいいよね、うん、そう不動産屋さんはなんか、うん、あの質問されたことには答えないといけないっていう、うん、なんかまあ決まりがあるみたい、ね、だから、うん、この家でなんか誰か死んだんですかとか、うん、あと聞いた方がいいね、こういうなんかこのなんだ霊がいますかみたいな、うん、とかね、直球だけ、直球だけど噂聞きますかとかね、あ、そうそうそう、ね、とか前どんな感じの人が住んでましたかとかね、うん、そうそう、多分話せる範囲で教えてくれるはずだからね、うん、やっぱなんかね、お金出してできるだけ長く住みたいと思うから、うん、ね、そうそう、ちょっと気になるところはね、うん、全部質問してから入居したいよね。そうですよね、ね、うん、せっかくね住むからにはね、そう、住むのもちゃんと見極めてね、うんうん、住んだ方がいい、うん、アーセッティは大丈夫ってうちのお店ね、うん、そう、妹が一応出るって言うんですよ。あ、そうなの、肝心の、うん、そう、うん、で見るの見る、なんかあっち、あ、うん、もうなんかそう、なんかいるみたいな、マジですか、今日見てるみたいな、あ見てるとか言う、言うんですよ妹とか。あ、そう、そしてお客さんの常連さんとか、うん、とか言って後ろに向いたりして、大丈夫なの、いいよ、ごない、大丈夫よって言って、一応別にうちお客さん入ってない方ではないので、うん、悪い例ではないと思うんですよ、うん、なんか怖いとこって入ってない雰囲気ないじゃないですか、お客さん、うん、ここで何かが自殺したとかさ、でよく幽霊が出る場所とかって、うん、なんかちょっとお客さん入ってなかったりとかね、お客さんも入りづらい、入りづらい、怖くてね、そうそう、なんかそういう競技があると、そういうのはないんですよ、ないんで、うちはなくて、うんうん、別にお客さんも普通に入ってて、うんうん、だからまあ別に、そこに同席してる感じ、悪い人ではないのかなっていう、ああじゃあ笑い声につられて、うん、ただ楽しんでるんでしょうね、一緒にね、一応ね、なんか学校もよく出るとかいうさ、はい、聞きます子供の例とかね、うん、これってそう、子供の笑い声だったり、なんか楽しそうにはしゃいでるのに、うん、なんか楽しそうだな、混ざりたいなみたいな、うんうん、羨ましいとかっていう、うん、この、ね、楽しいエネルギーに寄ってくるみたいな感じがするから、ね、うん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 、聞いたことある、誕生日パーティーとかね、人が集まる場所に、ね、はいはいはい、来ちゃうしね、なんかありますよね、海外のなんか YouTube の PV、 怖い、YouTube とか見ると、うん、誕生日パーティーによく映り込むの、映り込むのが結構多い、子供がね、うん、で違う友達、なんかこの主人公が友達、なんかあの子みたいな、見たことない人が来てる的なことのやつ結構多い、お友達一人多いみたいな、もうないよ、そう、子供は見るらしいですからね、あー、わかる、そう、仏壇指さしてたもん、甥っ子が、なんかジジイが見てるみたいな、なんか、まあ、おじいちゃんがね、うん、まあ、5、6年前に亡くなったんですけど、うん、そうそう、この仏壇になんか話しかけてるみたいな言い方をなんか 2、3 歳ぐらいの時にしてて、まあ、別に嫌な感じじゃなくて、うんうん、なんかいるよみたいな、ね、仕草をしてて、うん、はいはい、でなんかそう、大人はちょっとゾッとしたんだけど、うん、まあ、でもなんか楽しそうに、まあ、見つめてるから、うんうん、なんか別に悪いことではないのかなみたいな、うん、そうそう、ちっちゃい子ね、
あ、感受性が豊かだから見るのか、うんうんうん、そう聞く、うん、ね、聞こえるのか、ね、うん、そういうなんかあれが働くんでしょうね、うん、なんかそういう感素直なのかな、ね、うん、ね、うん、だからそういう感覚が、ね、うん、鋭いのかな、ね、不思議、不思議。サファリストさん、テレビで見たけど霊感のある芸人が自己物件に住んでて、住む前にお願いして出てってもらったってよって。あ、住む前に、うん、あ、どういう意味、どういう意味、つまり、うん、自己物件だから、うん、お払いとかそういうのやって、あ、そういう霊にね出てってもらったってことね、うん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 、ああそうなんだ。で、まあ、綺麗なっていうか何もない状態にしてもらったってこと、うん、そっか、うん、この番組的に、ね、番組的になのか、うん、例の人やる結構お払い系高そうなイメージがあるね。それちゃんと、うん、あの家主さんにお願いしたのかな、これ ね、 ねえ、なんか大家さんにね、番組の企画でやったのか、マネの感じは、ね、はい、そう、ミッキーさん、この話しばらく続く怖い話は苦手ですか、怖い話は、ね、苦手なんでしょうかね、ね、もう結構時間来てるので、時間来てるね、はい、じゃあちょっと次 の、はい、あのガラッと変わったコーナーに行きましょうかね、はい、はい、じゃあひとまず締めます。中の現場コーナーでした。じゃあ次は誰が曲紹介する、はい、はい、私行く、はい、お願いします、はい、今日は LINE ミュージックアルバムズトップ3の中からおすすめの曲をピックアップしてお届けしています、続いては、ベスト2は、今最も熱い K-POP グループ BTS 防弾少年団の、うん、アルバム、Love Yourself 昇波の曲から、うん、お届けいたします。 BTS で DNA。
お送りしたのは BTS で DNA でした。この後は、あゆみつ先生の登場です。あゆみつ先生とひろみつ先生の親並み病院。うふん、イエス。はい、あゆみ先生の親並み病院のコーナーです。イエス、カムサハムニダー。ごめん、大塚健一さんが重ねてきたけど、それも読む、うん、ビーチクハサムニダー。こら完全に下に、うん、下の感じでします。先生、早速早速、うん、はい、ぶっ飛ばしていきました、はい、絶好調ですね、先生。もう嫌だもん、笑顔浮かんで嫌だわ、うん、この影響したいわ。割り箸で、ね、はい、行きましょう。挟むものじゃありません。挟むものじゃありません。どんなものに挟まないでください。はい、時間の下はセーフ。はい、そうですか。大塚健一さん、さすが下ってね、はいはいはい、そうなんですよね。島も時々お届けしてる、ね、コーナーでしたけどね。そうそうそう。ですけど、はい、はい、一応あの今ネットニュースでね、はい、どんなことが話題になっているのか、はい、恋愛体質のセクシージョイあゆみ先生がこの現代社会を一言コメントで診断しております。また皆さんのお悩みにも面白おかしく解決しております。欲しがり屋の皆さんのお便りをお待ちしております。ビーチクは NG せよ。NG せよ。ダメせよか。ダメせよ。ダメせよ。ダメせよね。ごめんせよ。はい、わかりました。はい、ちょっと今日心理ですよっていいですか。多いですね。はい、じゃちょっとこれを。いいね。うん、はい、まあ、あの終わった後にじゃ診断されてくださいね。はい。はい、じゃ皆様一緒にご参加ください。心理テスト、恋愛心理テスト、喫茶店。いきます。あなたが喫茶店でくつろいでいると、はい、隣の席にいた異性のもとにオムライスが運ばれてきました、はい、そのオムライスはお店の看板メニューで非常に美味しいと有名でしたが、うん、あなたは知らずに別の食事で済ませてしまいました、うん、あなたはどうしますか。5択です。はい、5択選択肢、はい、はい、1、もう何も注文しない、諦める。はい、2、自分もオムライスを注文する。食事は終わったけどね、うん、3、異性のオムライスをじっと見つめるが注文しない、うん、
4、別の日にオムライスを食べに来る、うん、5、うん、自宅でオムライスを作って満足する、うん、さて、オムライス食事を終えた後に、まあ、この店の看板メニューはそれだって気づいた時、うん、あなたはどうしますか、うん、諦める、やっぱり注文する、見つめるだけ、うん、別の日に来る、うん、家で作る、うん、です。あ、さあどれですか。なるほどね、うんうん、私4番ですね、別の日に食べに来るかな。別の日に食べに来る、うんうん、そうね、看板メニューだから食べたいもんね。そうだよね、うん、どうなんだろう。あ、でも自分で作る。あ、そうなんだ、食べたいってなって、食べたいってなって、うんうんうん、家でじゃあ作る。家で、でも今お腹いっぱいだからちょっと腹空いてきた、夜夕ご飯くらいに作るかな。あ、なるほど、ランチはここで、ね、家で、うん、夕ご飯に作る。ひらびきさんは、僕は、うん、その日ですよね、もうその日、うん、その日どうする か、まあ、別の日に食べに来るか、うん、家で作るかもあるけど、3番、異性のオムライスをじっと見つめるが注文しない、うん、感想をひたすら聞くんだ。そう、どう、美味しそうだな。どうですか、どうですか、美味しいですかなるほど、うん、はい、わかりました。でも気になって見ちゃうかもしれない、やっぱ看板メニューってあるだけ。そうだね、そうそうそう、どんななんだろうって、ね、最初は見るけどずっと見ないよね。うん、そう、ちらっと見て、あ、これかっていう、うん、ずっと見るずっと見て話すのに一口とか食べさせてもらう、食べさせてもらう、あ、これ新しい選択肢、欲しがりそうな感じで食べさせてもらうね。そうそう、ツイキャスから新しい選択肢6番、はい、うん、ミッキーさん、オムライスを食べてる異性を好きになる。あなるほどですね、新しい出会いがね、新しい出会いが、はい、じゃあ、回答いきますよ、はい、皆さん、ね、ラジオの前の皆さんもよろしいですかね、はい、うん、はい、この答えですが、このテストは、うん、好みの異性が現れた時の態度が分かります。はあ、だから、あ、この人タイプって言った時にどうするかっていうことが分かります、うんうんうん、じゃあまず、怖いね、怖いね、怖いよこれ、誰から、あゆからいく、はい、自宅でオムライスを作って満足する人、うん、は、相手から来させようと仕向けるタイプ、うん、まさにそれ自分から行かないと自分から行かない、あ、そう、自分から積極的に相手に話しかけるよりも、うん、自分磨きを頑張って相手の気を引こうとします、うん、恋をすると急に魅力的になる人です、うん、でも自分のことばかり一生懸命になりすぎて相手に何も気持ちが伝わらず一人相撲になることも多い人、うん、相手に来させるってなるほどね、ちょっと計算疑い、ね、うん、面もありますね。さすがですね先生、はい、つばをつけるんですよ、ね、素敵、うん、ペペペペしてからちょっとペペ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 って女子が女子がね、女子がちょっと、はい、ちょっとひろぎさんが選んだ3番いきましたね、はい、3番ですね、はい、見つめるけど注文しないっていう3番いきますね、うん、オムライスを見つめつつも注文しない人は、うん、見つめるだけで終わってしまうタイプ。ひろぎさんじゃんこれ。いやいや、聞きましょう、聞きましょう、聞きましょうか、続きがあるはず、続きがあるはず、そうそうですね、続きがあるはず、素敵な人だなと恋焦がれているに、うん、いるのに勇気が湧かず、うん、結果的に何も進展しないことが多いです、うん、目の前にあるチャンスも生かせないため一番心残りしやすく後悔も多い人です、うん、振られた相手を何年も引きずるのもこのタイプ。しみじみあ、そうですか、そうですか、そうですか、お言葉なるほど、なるほど、はい、まあね、心理テストですからね、これはね、当たってますよね、まあ、当たってるかどうかっていうか、私の今までのひろぎさんのこう、はい、はいはいはい、ね、いろいろ聞いてる中で当たってますよ、これ。あ、そうですか、はい、先生がおっしゃるならそうだと思いますね。先生のことも当たってたので、はいはいはい、なるほどね、じゃあ私も合ってんのかな、うん、はい、見えねえさ、どうですか、どうですか、ね、はあ、読んでいいですか、じゃあ4番ですね、はい、はい、別の日にオムライスを食べに来るというもの。ちょっと怖い ね、はい、ね、そうそう、うん、東京のミッキーさんもね、真面目に4って選んでくれましたけど、はい、はい、じゃあ一緒に聞いてください、はい、4番、別の日にオムライスを食べに来る人は、うん、計画性を持って相手を落とすタイプ。マジか。相手の好みや交友関係をリサーチしたり、友人から始めて徐々に仲良くなったり、うん、本能よりもデータ集めから入ることが多いです、うん、相手がどんな人間なのかをよく見ているので、うん、相手の嫌いな一面を見つけると急に冷めることがある人。どうなんですか。私積極的に好きですとかって言ったことはあんまないですけど、そう、ただなんかこの人どんな人かなってデータ集めてなんとなくわかる気がします。分かる気がする。そう、友達からゆっくり仲良くなろうとかね、
そう、これちょっとわかる気がしますね。あ、高橋さんも、そう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 、ね、計画性を持って相手を落とすタイプだそうです。へー、はい、じゃあ残りの1番と2番いきましょうね、うん、はい、はい、オムライスもう何も注文しない諦めるという方、うん、はい、何も注文せず諦める人は相手が素晴らしい人だと思えば思うほど自分には無理だと思って身を引いてしまうタイプ。あ、身の丈に合った相手もしくは確実に自分と付き合える相手を選びがちです。本音は王子様やお姫様などの素敵な相手に気にかけてほしいという恋愛ドラマの展開を夢見ています。そう、なるほど ね、うん、で2番、自分もオムライスを注文する、ね、うん、食事終わっちゃったけど、うん、食べるってなる人ですね。すごいね、ね、うん、あ、自分もオムライスを注文する人はストレートにアタックするタイプ、うん、一期一会のごとく、タイプの異性が現れたらとりあえず話しかけるという行動力と勇気を持っています、うん、この性格から本来なら自分と釣り合わないほどの素敵な相手とお付き合いできることもあります、うんうん、一番いいとこ取りできるタイプ。おお、当たってくだけろ。でも確かに、ね、自分の気持ちは伝えるぞって。そうそうそう、すごい、ね、なるほどね。確かに潔いではありますよね、うん、ね、うんうんうん、それちょっと見習おうね。そうね、2番さんをね、うん、2番って言えばよかった答え聞いた後で選択肢変えてもいいみたいな、うん、はい、楽しいです ね、はい、ちょっとこの結果を受けて何か一言コメントしますか。わかりましたよ、はい、本当ですか、はい、では、いいですかね。あゆみ先生の見立てはいかがでしょうか。ズバリ言うわよ、ハヤシライス症候群。オムライスですけど、はい、オムライスですけど、ハヤシライスが好きなの。あ、そうですか。ハヤシライスが自分の好みの食事を言ってみたんですね、うん、言ってみただけです、うん、言って本当にそれだけ。そうだけ。でもなんかハヤシライスに似たソース乗、ね、ってるよね。うん、オムハヤシとかあるし、ね、あ、そう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 、ね、うんうん、そっちの方が好き。どういうこと。そういうことなの。めめあゆ、そういうこと、どういうことなの。そうね、強引にまとめていただいたので、はい、じゃあ締めましょうかね。いいですか、はい。皆さんの結果はいかがでしたでしょうか。あゆみ先生の上南病院、今日の診察はこれにて終了です。悩める子羊たち、いつでもいらっしゃい。ペヤ、ありがとうございました。最後のあれ何ですかね。わかんない。出てきた勝手に。はい、はい、あゆみ先生、ひろみ先生でした。はい、はい、最後の曲はもう私が言っちゃっていいですか、ね。あ、はい、お願いします。はい、さあ、今日は LINE ミュージックアルバムストップ3の中からおすすめの曲をピックアップしてお届けしています。見事見事ベスト1に輝いたのは全米の歌姫アリアナグランデ、アルバムザベストの1曲をどうぞ。アリアナグランデでピアノ。
はい、途中ですがお送りしたのアリアナグランデのピアノでした。この後はお飲み物などご準備ください。お疲れ乾杯のコーナーです。お疲れ乾杯。締めのコーナー、お疲れ乾杯のコーナーです。はい、こちまたで話題の新商品を発掘、スタジオで実際にいただきながらその魅力をご紹介しています。あー、もう最後のコーナーだよこれ今嘘泣きブーム、嘘泣きブームいきますけどね、はい、今日ですね、あのですね、もう嘘泣きでいいんですね。嘘泣きでいいの、ね、嘘泣きじゃないから、ね、マジ泣きでしょ。そういうのやめてこれやまねえじゃなくて、やまねえ目のもう一人の方だよね。もう一人の方ですけど、そうですね、田中の方だ、はい、すいません、進めてください、はい、よいしょ。今日はですね、はいはいはい、普通に食べたかったから買ってきました。何でしょう。はい、焼き鳥一丁。めっちゃ美味しい。ネギマと焼き鳥塩タレだから、うん、はい、ちょっと誰が何が当たるか。あ、じゃあ、はい、はい、はい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 、なんだろう。じゃあこれですごい、はい、ラジオの前の皆さんも、はい、ね、今日一日頑張った自分をねぎらって、うん、飲み物か食べ物で乾杯しましょう。ローソンの焼き鳥です。ローソンの焼き鳥です。おー、いいですね、はい、私ネギマ、ネギマ、モモ、モモ塩、モモタレ、超でかいんですよ、このローソン。本当だ、大きい、でしょ、ね、すごい大きい、120円とか30円、安いよね、うんうん、そうなんだ、うん、いいね。なかった。じゃあ、いただきますか。うん、じゃあ、はい、お疲れ乾杯です。せーの。お疲れ乾杯。いただきます。美味しそう。うん。うん。美味しい。がっつりだね。ね、ボリュームある。ボリュームあるな。美味しい。うまい。うん。ビール持ってきてー。生いっちゃー。生いっちゃー。はい、喜んでー。美味しい。ほんとビール欲しくなるね。そして今日はですね。はい。先週会話の中で私の唇が割れて痛いという話が出てて、出ましたね。それを聞いたモンチッチさん、リスナーのモンチッチさんが、うんうん、なんと蜂蜜 100% のキャンディーを送ってくれた。ありがとうございます。なんて嬉しいのなんかね、表現の仕方が嘘っぽくていいよね嘘やればやるほどなんかなんかやればやるほど嘘っぽく本当にでも感動してるんです、ね、本当にこの気持ちが、ね、優しいし、いや本当に、うん、早く治ってねってね、うん、一応早く届けてくれたのかな。ありがとうございます。ミッキーさんローソンで遅刻かって。おい、どれ、ま、ちょローソンに寄ったけどね、来ながら商品紹介しないといけないから ね、 ねローソンでやりました、ね、ありがとうございます。ちょっと時間が1分切りました。あ、すいません、あんま時間なくて、メールいただいてました。南大地さんと、はい、ムネ先生いただきました。はい、あのコーヒータイムを終えて、着付けの本屋にこもった後散歩中ということで。あ、そうだった、はい、ちょっと後でじっくり読みますね。すいませんね、メールありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、あのモチッチさんからのハチミツもありがとうございました、ね、どうぞありがたく、あの後でゆっくり味わいますね。はい、はい、はい、いただきます。どうしますか、入れましょうか。はい、もう締めましょうかね。はい、はい、お相手はみえみえことみえことあゆことあゆかとひろぐちでした。はい、また来週来てね。バイバイ、はい、おやすみ、おやすみなさーい。